じゃあまずこれやっていこう。恐怖門芸妖怪現る。うちょ、ちょっと待って、ここケイタくんの家じゃなかったですか？ケイタくんの家だ。ん、これ普通のコマさんじゃん。大変ずら、大変ずら。コマさん、コマジロウ、何が大変なの？ずら、俺たち見ちまったずら。ずら、そうずら、とんでもないやつが現れたんずら。とんでもないやつ？ずら、あれは妖怪とは思えない見た目だったずらよ。思い出しただけで身の毛が踊るくらい怖かったずら。兄ちゃん、それを言うなら身の毛がよだつずら。毛が踊ってたらなんだか楽しそうずら。とにかく気味が悪いずら、一緒に正体を突き止めてほしいずら。なんだろう、恐怖門芸妖怪だからコマさんの怖いバージョンがいるのかなと思ったんだけど、なんだか気になるし一緒に突き止めよう。もしかしたら未来の妖怪のことかも。まあ確かこれは未来の妖怪だろうね、きっと。ありがとうズラ、さすがケイタズラ。それでコマさんたちが見たのは、なんかちょっと今いるんだけど、どんなやつだったの？とにかく背が高くてひょろっとして、あたりを見回しながら不気味な声を上げてて、あ、そうズラ、ちょうどあんな感じの見た目をしてたズラよ。へえ、確かにそれは不気味だね。あれなの？っていうか気持ち悪。モンゲラショック受けたのかなね。走って逃げちゃったけど。あー、逃げた。やるズラ。逃がさないズラ。追いかけるズラよ。やめて、なんか傷ついたみたいだから、なんかさ、コマさんたちちょっとほっといてあげて。かわいそうじゃん、なんか。でも追いかけちゃおう。あ、コンタン、ちょっと聞いて聞いて、さっきそこに超怪しいやつがいたんだけど。超怪しいやつ？もしかしてひょろっとしてた？そうそう、そこのお店をね、外からじーっと見てて超怖かったの。そこのお店って何？このコンビニ？なんだろう、アルバイトでもしたかったのかな。このアルバイト募集中ってあるし。何それ、怖っ。ありえない。でしょ、あんな妖怪見たことないんだけど。それからその妖怪はどこに行ったの？しばらくお店を見た後、喉乾いた手だけつぶやいてどこかに走っていっちゃったよ。コンタン、このままじゃ怖くてお外歩けないから捕まえて。まあ妖怪がその外を歩いてんのもちょっと困ったもんだけどね。うん、わかった、俺に任せて。おう、来た来た来た。ねえ、もしかしてここに怪しい妖怪とか来なかった？怪しいかはわからないけど、そこの川でバタフライで泳いでいる妖怪ないたわよ。何やってんのね。水をガブガブ飲みながらね。水をガブガブ飲みながらバタフライで泳いでんの？いや、十分怪しいよ。絶対さっきの妖怪だ。やっぱり川の水を飲みに来てたんだ。よく考えたら不気味ね。妖怪に不気味って言われるの相当なことだからね。あれは一体何だったの？俺たちその妖怪を追っているんだ。どこに行ったかわからないかな。どこに行ったかはわからないけど、そういえば気になる行動してたわね。誰かを探しているのか、キョロキョロして、確か高いところから探すって言ってたわ。誰かを探して？こっちの世界に知り合いがいるっていうことなのかな？高いところといえば大森山だよね。もしかしたらそこに向かったのかも。大森山ってこっから結構離れてるけど、バタフライでここの川の水飲んで走ってまた大森山行ったんだ。すげえ活動的なやつじゃん。
思い出したら今になって怖くなってきた。お願い、きっとあいつを捕まえてね。うん、必ず捕まえてみせるよ。捕まえちゃうんだ。悪い妖怪じゃないかもしんないのに。ひどいな、ケイタくん。きっと大森山に行ったはず。今度こそ追い詰めるぞ。もうケイタくんは人を見た目で判断するタイプの人間なんだね。まあ人じゃないけどね。おー、いった。ちょっと待って、ここにいた。普通に立ってた。本当に普通に立ってたよ。ガーン。ケイタくんよりもだいぶ背が高いんだけど。見つけたぞ、怪しい妖怪。もしかしてあの扉から来た妖怪なの？ゲロ？ゲロ？お前たちは何もんゲロ？ゲロってもしかしてカエルの妖怪？それにしては体のバランスおかしいけど。ゲロ？よく見たらお前たちはさっき街で見かけた怪しい奴らゲロ。そっか、こいつらから見たらケイタくんたちの方が怪しいのか。それはこっちのセリフだよ。まさかあの変な扉はお前たちの仕業ゲロ？いやいや、あの扉のことは俺たちもよく分かってなくて。人間が扉のことを知ってるなんて怪しいゲロ。さてはお前ら悪い奴らゲロね。ちょっと俺たち悪い奴じゃないって。めっちゃ怒ってる。ここでオラが成敗してやるゲロ。まさかこんな好戦的なやつだって思わなかったな。でもボコボコにしてやるで。よし、オッケー。もうみんなでタコ殴りしてる。やりすぎなんじゃないかな。ちょっと技変えようかな。陽気を食うるお祓いビーム。みんな速さアップ。オッケー。あ、なんか来る。いてー。あんなでっかい石投げてくんの。うわー、あれを食らって死なないケイタくんすごいね。あ、回復させてくった。ちょっと待って、さすらいで雨来たね。ちょっと待って、これちょっとやりたいな。こうちょっと売り棒交代して、さすらいどこ、どこいた？さすらい玉。うわ、くそ。さすらい玉どっか行っちゃった。あともうちょい。ゲロ。不気味だった。ここまでずら。オラの真似はやめて観念するずら。ケロ。ニツォン。ずら。さあ、元いたところに帰るずら。ずら。ま、待つずら。なんずら。兄ちゃんどうしたずら。オラなんだかこのコマジロウが悪いやつには見えないずらよ。それになんだか困ってるように見えるずら。コマさん。コマジロウに悪い奴はいないずら。オラが断言するずら。陽気を感じたんで、もしやと思ったが、やっぱり来ておったか。ってことは、未来のコマジロウなんだ、やっぱり。兄ちゃん！なんでカエルみたいな格好してんの？兄ちゃん？あんま。みんな。弟が迷惑をかけたみたいだ。あの、あれ、兄ちゃんのコマさんの方はちゃんと犬なのに、なんでカエルなんだろうね。それでお前はここで何をしていたんだ？ゲロ。ほら、怪しい扉を見つけて何か事件が起きてると感じたゲロ。だからほら、パトロールをして何が起きているか調べていたんだゲロ。なるほどの。相変わらずお前は正義感が強いやつだわい。やっぱり悪いやつじゃなかったずら。コマジロウはみんないいやつずら。そのいいやつをお前たちは今タコ殴りにしてたんだぞ。ゲロ、いきなり襲いかかって悪かったゲロ。お前たちがあまりに怪しかったからつい。ずら、その姿で怪しいとか言われたくないずら。っていうか、これが未来のコマジロウだったらケイタくんの顔見てわかんないのかな。
30年経ったら忘れちゃったみたいな。2人はこのコマさんたちの未来の姿なの？名前が同じだけで俺らは完全に赤の他人。あーそっか、じゃあケイタ君見てもわかんないね。名前一緒なのに？お、オラの未来があの姿じゃなくて安心したぞら。ま、兄弟がいるとこは同じじゃな。俺らは種族は違えど真の絆で結ばれておる。オラと兄さんは負けなし無敵の兄弟ゲロ。今ボロ負けしましたけどね、いいんだよ。無敵伝説今日で終わっちゃった。へいい兄弟なんだね。見ず知らずのオラをかばうなんてお前の兄さんは変わったやつゲロね。ゲロ、でもオラの兄さんみたいにかっこいい兄さんだと思うゲロ。当然ずら、オラの兄ちゃんはかっこいいんだずら。兄ちゃん何だってできるし、バトルだって強いずらね、兄ちゃん。ずら、あ、当たり前ずら。兄ちゃんの戦うとこ見せてやるずらよ。任せるずら。お、マジで妖怪ワークくれんだ。いつでもバトルに呼んでくれていいずら。大活躍するずらよ。あー、ケイタ君の世界なのに妖怪メダルじゃなくて妖怪アークの方なんだね。ありがとう、ありがとうゴマさん。どうやらこの世界に来ていい経験をしたようだの。まあ悪くなかったゲロ。ところでいつまでその姿でいるんだ。そうだったゲロ、そろそろ元に戻るゲロ。え、ちょっと待って、あれがシャドウサイドの姿だったの？モンゲーロー、ちっちゃくなっちゃったズラ。この見た目もコマジロウにそっくりズラね。兄ちゃん、だからそっくりじゃないズラン。扉を開けたことがこんな騒ぎになるとは。なかなか面白くなってきたじゃないか。やっぱ扉開けたのはこいつらか。ま、やってきた妖怪たちには扉の価値も意味も何もわからないようだがな。はい。その先にあるものを理解もせず軽率に飛び込むとは愚かな者たちです。妖怪探偵団もわざわざ仲裁に入るとはご苦労なことだ。鬼桜が反応している。まさかこの世界に姫がいるというのか。主天道寺様、これは思わぬ収穫ですね。妖精剣も探偵団から奪わねばなりませんが、いや何よりも姫の方が大事だ。行くぞ洞穴。姫は必ずや我らのもとに。こいつら今ケイタ君の世界にいるんだよね。ケイタ君の世界に鬼姫がいるっていうことか。みんな、おはよう。未来の妖怪たち、今日もトラブル起こしているのかな。なんでそんな楽しそうなの。ウィス、お知らせ欄にも書き込みがありますね。ですがパパッと解決しちゃいましょう。はあ、わざわざ扉を取ってくるぐらいだから好奇心が強いやつばっかりで大変ね。よし、じゃあやっていこうか。残りあと2つだ。